カルガリに連れて帰りたいぐらいのこと言ってますもんね、はい、やっぱりね、いいレスラーというのはね、またいいレスラーをね読み取るのも上手いですね。しかしこの川田、将来は皆さんどうでしょうか、どんなタイプの既存のレスラーとかいますか。いや、やっぱりテクニシャンですよね。テクニシャン、この人の場合はやはりね、はい、スピードのある動きもいいですし、はい、それからテクニックもいろんなもの使いますね。そうですね、ですからやっぱり一種のジャンボ鶴田的なね選手になるんだろうと思うんですよ。若いだけに将来が非常に楽しみであります。まあ、それには必殺技も必要かと思いますが、まだまだね、若いですからそういうふうに固まる必要はないですね、はい、今のところは何でもやれると、はい、いわゆるオールマイティな選手をまず心がけて、はい、で一流トップクラスになってから自分なりの技というものを編み出すのがいいと思います ね、 ですね。さあ、そのクレンミのファイト、ないファイト、思いっきりのいいファイトで、さあフライングボディアタック、思いっきり飛んだけれども、これはやはりセミスが一枚上、そしてダイナマイトキッド登場であります。さあ、どう川田を料理するか、ラリアット一戦、のど笛に決まった、覆いかぶさるタイガーマスク、間に合った、間に合った、タイガーマスク間に合った、右腕をしのいています、ダイナマイトキッド、そしてパンチを落とした、川田ちょっと青息と息になりました、苦しいですね、うん、この2段攻撃はちょっと苦しいですね、はい、あ、そしてこういう密着技も出すんですね。これは山田さん、どういう体勢ですか。これやっぱり一種のね、オブラツイストの変形ですね。そうですか、あばら折りです。川田苦しくなりました、リング中央にちょっとうずくまっております。さあ、今度はスミスが登場だ、その背中のあたり、痛めた背中のあたりに思い切ってレバーを落としました。さあ、川田がタイガーマスクにつなぎます。新一体の攻防であります。今のところやはりカルガリーブラザーズの方が押しているようですね。そうですね、やっぱり総合的な戦力ということになるとね、はい、やはりパワーでは圧倒的にリードしてますからね。キッド、スミスにはこのキッドのダイビングヘッドバットもあります。私もコーナーポストの上に立ったことあるんですが、あれものすごい高さですしね。そうですね、コーナーポストの最上段というのはそれだけで高さがある上に自分の身長が加わるわけですからね。そしてその最上段に川田が乗ってミサイルキックだ。この4人が対戦しますと、このコーナーポストに上がっている攻撃というのは非常に多くなりますね。そうですね、それだけ思い切りのいいファイトが展開されているということがあります。さあ、バックドロップ、川田俊明、今よく頑張りましたね。頑張りましたね。あっと、川田の体が2メートル宙に浮かび上がった、浮かび上がった、ダイナマイトキッドの筋肉の塊、まるで彫刻のようであります。ビルドアップされましたキッド・スミスのボディ。さあ、今度は川田にツープラトンの攻撃だ。ショルダーですか、川田、顎を押さえています。ダブルショルダーですね。顎にヒットしました。かなり威力ありそうですね。いや、今のはね、怖いですね。あれだけの距離からカウンターでね、ダブルでショルダーブロックを取られるとね、あれはやっぱりやられた方のダメージは大きいですよ。そうですね、それにこのキッド・スミスは来るたんびに、試合のたんびに新しいこのダブル攻撃、これを見せるんですね。もちろんね、今やっぱり自分たちがね、この一番乗ってる時期だけにね、はい、常に工夫を怠らないですね。そうですね。さあ、満を持してタイガーマスクが登場。目まぐるしいタッチワークを行います両チーム。さあ、このキック、タイガーマスクのキックも欲を増してまいりました。さあ、そしてあとラリアットに行くところもちょっとキッドがはたいたが、それは浅かったか、どうですか。浅いですね、今いい感をしていましたね。そうですね、非常にディフェンスがうまかったですね。ディフェンスがうまかったです。さあ、そして反対側のロープ飛び込んできたから、ラリアット、今夜乱発キッド・スミスのラリアットが出たでしょうか。いい感をしています。今の変わり身は非常に良かったし、カウンターに取りましたね。カウンターでした。さあ、小林との一騎打ち、6月21日迫っております。武道館決戦、タイガーマスク綺麗に足が伸びました。ドロップキック、空中殺法にも一段と見分けが勝っています。バックドロップ、タイガーマスク力強いファイトだ。まあ、ニュータイガーマスクというのを強調するんですが、バックドロップ、明らかにこのファイト変わりましたよね、山田さん。そうですね、やはりそれなりに効果を持たせた、はい、おーと至近距離、今日はもうラリアットの総攻撃であります。さあ、タイガーマスクにスミスがやり合っている。
川田は場外におっぷり投げられました。リングの中央ご覧ください。高中とリフトアップ、そして場外にタイガーを捨てた。タイガーマスク場外、川田と鉢合わせ。今シリーズこのボディリフトアップダウンをよく使うんです。そしてタイガーマスクは先制ぶつけました。ちょっと腰を強打しています。立てません。タイガーマスク、川田も場外ブレンバスターか。場外のブレンバスター、おっとそのままタイを預けた。場外で行くのか、場外で行くのか、あっと行きました。タイガードライバー机に、これはあ、これはまさに身の毛の揺らす攻撃だ。ものすごい攻撃、これは驚きました。川田完全にグロッキーの状態。これはね、リングラに上げるんですか、ちょっとレフリーがストップかけないと危険ですね。ですね、完全に脳震盪の状態を起こしています。川田俊明危険な状態だ。タイガーマスクはやっと反対側のエプロン。さあ川田完全にグロッキー捕まっている。オクラホマスコンピート、そしてダイビングヘッドロックの体勢だ。危ない危ない危ない、そのままフォールに行く、そのままフォールに行く。カウント3、ものすごい波状攻撃。波状攻撃ね、山田さん、このことを言うんですね。